メイ・マーシュはアメリカ合衆国の女優主にサイレント映画で活躍し特に DW 映画業界がサイレントからトーキーに移って以降も女優として活動を続けそのキャリアは50年以上にわたった国民の創生では 黒人奴隷にレイプされかけて、闘神自殺する女性フローラ・キャメロンを演じている。イントレランスより、彼女の生い立ちについては映画会社が宣伝目的で創作したものがある。1894年にニューメキシコ州マドリッドで生まれる。 父親がサンタフェ鉄道の監査役だったことから、当時は家族で各地を転々とする生活を送る。その父を4歳で亡くし、家族でサンフランシスコに移る。しかし、母の再婚相手であるまま父を1906年のサンフランシスコ地震で亡くし、大場に引き取られてロサンゼルスに移ったとされている。その一方で、 1910年の時点でママ父である、ウィリアム・ホールは生きており、両親と死刑妹の家族全員で、ロサンゼルスで暮らしていたとの記録が残っている。また、ジップ・エスシー・マーシュは1900年6月の時点で生きており、鉄道会社の監査役ではなく、バーテンダーだったとの記録もある。かつてニューヨークで、コーラスガールをしていたことのあるオーバーが、 エキストラの仕事を求めて様々な映画撮影所にマーシュを連れて行くようになったある日、体調を崩した姉の代役でエキストラの仕事をしていたマーシュのスクリーン映えする容姿が認められ、マック・セネット監督や D.W. グリフィス監督と仕事をするようになる。1912年にグリフィス監督のマンズ・ジェネシスで初主演し、1913年には大スター。 メアリー・ピック・フォードの後継者として育てられるようになる。グリフィス監督の大作映画、国民の創生とイントレランスに出演した後、サミュエル・ゴールドウィンと週休2500ドルで契約するもののヒットに恵まれず、1918年の結婚を機に半ば引退状態となり、映画の出演本数はわずかとなる。 ところが1929年の世界恐慌で破産するとスクリーンに本格復帰し、陶器作品に出演するようになる。特にジョン・フォード監督作品に多く出演している。しかし、経済状態が改善すると、その後の映画出演は散発的になり、クレジットのない早くばかりで、女優業はほぼ暇つぶし程度となる。 この点について1960年代に尋ねられた。彼女は毎朝5時に起きて7時までに撮影所に行くなんて生活をしたいと思わなかっただけと答えている。1968年にカリフォルニア州ハモサビーチで心臓麻痺により死去。ハリウッドウォークオブフェームに映画部門で星を持っている。1918年に サミュエル・ゴールドウィンの宣伝係だった、ルイス・リー・アームズと結婚し、三種を設ける。死刑妹が映画業界に関わっている。1918年の春、当時18歳だったサッカーアーネスト・ヘミングウェイは、友人と家族に宛てた手紙の中で、パーティーで知り合った、名、マーシュと婚約したと記しており、その後しばらくして、マーシュによって婚約が破棄されたと述べている。 当時のヘミングウェイはニューヨーク在住で赤十字の救急車の運転手として第一次世界大戦中のイタリアに向かう準備中であった。しかし1966年にマーシュはヘミングウェイを知っていればよかったのにと述べている。ありがとうございます。